ナウナ、ミリアルです。今、ミリアル調査員はリザーブの地下にハンドガン一丁で遊びに来ています。もちろん、アーマーとリグはつけていません。ミリアル調査隊はアーマーとリグの装備を禁止しているのです。なぜかって、そんなのロマンのためです。今からそのロマンをお見せします。こんな感じで頑張れば PMC 相手でもなんとかなります。まさにロマンですよね。ハンドガンでうまく決めれた時は最高です。これが癖になるんですよね。それでは本編に行きますか。というわけで本編です。今日はラボで遊んでいきます。最近ラボでボコされすぎて若干トラウマになっています。マジでみんな強すぎです。ここで無双できる人たちってどうなっているんでしょうか。ミリアルも無双できるように練習がてらラボに通っているのですが、なかなか無双できる兆しが見えません。でも今期からタルコフを始めた身としてはかなり頑張っていると思います。正直ラボなんかに来るとは1ミリも思いませんでした。それだけタルコフにハマっているということですね。ミリアルは一度一つのゲームにハマるとそのゲーム以外しなくなるので、本当は別のゲームもしたいけど余裕がないんですよね。途中で別のゲームやると感覚が鈍るんですよ。なのでハマっているゲームがあればとことん遊び尽くすまでそのゲームばかりしています。それが今回のタルコフというわけですね。そしたらいろいろなところを漁りつつ移動していきます。今一瞬足音が聞こえましたね。一瞬すぎていまいちどこの音か分かりませんでした。とりあえず警戒だけしておきますか。これは照明左から音がしていますね。ちょっと探してみますか。これすぐそこの部屋の中にいますね。一応周りだけ確認して、惜しい、押し打ちヘッド入らなかったですね。ミリアルいいこと思いつきました。グレネードを手前に投げて逃げます。逃げる音とグレネードの音でワンちゃんを追いかけてきたところを倒せるかも。そして今のうちに治療。テカテキの足音が聞こえなくなりましたね。追いかけてきたところを倒そうかなと思ったけど、これグレネードで倒せたんじゃ。やっぱり倒せてますね。まさかグレネードで倒せると思わなかった。グレネードを手前に投げて逃げる戦法、ワンちゃん強いかも。そしたら治療して漁りますか。お、結構美味しいですね。アシュのマガジンと弾薬高いのでありがたいです。アサリ終わったのでブラックカードキー開けに行きます。特に美味しいものはなかったので帰りますか。電源の前にパソコンだけ確認。ゴミですね。じゃあ最後にレーダーを倒してうまうましますか。前回使ったポジション、ここの位置結構強いんですよね。なぜかわからないけど敵にバレない。あと残るレーダーは一人です。早いとこ仕留めましょう。
これで終わりです。そしたら装備を奪いましょうか。強い弾とか持ってるといいな。こいつはあんまり美味しくない。お、RFB です。これは M62 が入っているのでめちゃくちゃ美味しいですね。しかも結構な量持っているんですよ。買えない弾なので超ありがたい。しっかりいただいていきます。そしたら最後の一人、こいつは BP 弾ですね。これも相当高いのでありがたいです。今回は結構弾薬が美味しい回でした。レーダーだけでも結構稼げましたね。そしてここまでご視聴ありがとうございます。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。またスイッチとツイッターもやっているので概要欄からぜひ。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。